皆さんおはようございます。今日もね、ゲーム紹介動画。1本目は、コーチ王者ムシキング、スーパーコレクションということでね、またお前かよって感じだろうけど、もう、みんな慣れたよね。1本目はもうスーパーコレクションなんだよってことで。俺も慣れてきたよ。<laughs> この形は多分もう崩さないでいこうかなと思います。うん。大体ね、もうこの流れで。今日もまたね、同じぐらい、あの、語って終わろうかなと思うんだけど、 もう何回も語ってるからさ、もうこれ以上語るところないんじゃないかなって感じなんだけど、一つ、あの、ちょっと気になったポイントがあったので、ちょっと語っておこうかなと思うのが、ここにさ、あの、特典カード7枚、カードリーダーって書いてあるじゃん。このカードリーダーってのは前に見した、まあ、昨日に見した白いやつね、スキャンするやつなんだけど、この特典カード7枚って何かっていうと、ポペイオクワガタっていうウォークワガタと、えっと、竜巻とダーブエルダっていうやつと、 ローリングクラッチホールドっていう技が、まあ、技カード3枚と虫カード1枚で計4枚なんだけど、それプラス召喚カード、打撃、ハサミ投げっていうカードがあって、で、その召喚カードっていうのを使うと、このゲームの中にある、育てて、冒険っていうのね、まあ、虫キングの虫が、まあ、幼虫とかから育てられるんだけど、その虫を、まあ、召喚するカード。ま、やったことある人だったらなんとなくわかると思うんだけど、うん。 まあ自分の触った虫をね、対戦とかで使えるよっていうカード。まあ、記録カードみたいなもんだ。ちょっと違うけど。<laughs> で、自分のオリジナルの、まあ、カブトムシ、名前を付けたりとかして、まあ、技とか固定なんだけど、まあ、カブトムシを触ってたりとかね、まあ、ヘラクエスオ,オカブトを触ってたりとか、いろいろできます。で、強さ、300のヘラクエスオ,オカブトとか作れるから、まあ、楽しっちゃ楽しいね。そういうね、触ってて冒険モードという遊びもあって、 ま楽しいかなと思います。ていうわけでね、スーパーコレクションの紹介は以上でした。まあ大した紹介じゃないんだけどね、まあ聞いてもらってね、楽しめたらいいかなと思います。それでは聞いてくれてありがとう。また後でよろしく